はい、どうもひげちゃんでございます。本日はですね、7月の31日に開業しました、大阪梅田のですね、イノゲート大阪の中にあるバルチカ03、03っていうのはおっさんっていう意味らしいですよ。はい、ということで、仕事帰りのねおっさんたちが気軽に飲んで帰れるような、まあ、立ち飲み系とかね、そういう気軽に入れるようなお店が立ち並ぶ、感じの飲食店街みたいな感じですね。まあそこにですね、結婚記念日も近いということでございましてですね、ママチンと2人で久々にね、飲みデートというような感じでやってまいりました。まあ、やっぱりオープン間近の土曜日ということでね、かなり人は多い感じでございます。はい、並んでるところも結構あります。こんな感じでね、まあ、立ち飲み系とかね、串カツ系とかそういう系も多いんですけども、女性向けのね、結構おしゃれな感じのお店とかもいろんな店あります。はい、こんな感じでね、一応店のラインナップ載せておきますので、まあ、気になるとこあったらストップして見ていただければと思います。はい、いいですか。はい、ありがとう。1軒目はですね、創作鉄板焼き、鉄板神社さんでございます。ノリのいい店員さんでね、こっちのね、なんかこうおまかせコースっていうのもありましてですね、まあ、あの単品でも選べるんですけど、おまかせコースだったらちょっと お値段割引してくれるような感じ、もうほんとね変わった感じのメニューが多くてね、串物もね一品料理も充実しているお店でございます。目の前で焼いてくれてね、ありがとう。生ビールです。ありがとう。冷た。今回僕らはねお任せで、頼みました。お任せにするとおすすめのね、串もんとかを順番にね、いい頃合いで出してくれるんですよ。いや、どれもこれも美味しそうですけどね。苦手なものとかアレルギー、さっき言うとったね、そういうのは外してくれますから安心ですよ。完成。はい、料理は。はいよ、熱いよ、皆さん。はいよ、スライルで。今やったな。いいじゃん、じゃあさ。ん？あ、もういいな。取っていい？うん、いいよ、取って。ごめんごめん。はい、ありがとう。送ってもらおう。送りください、ガッツ。くれとは言われる。うまっ。ね。うん。サラがすごいね。緊急だね。北村先生がいてやってくるね。サラって負けた。やる。え？いいわ。うん。大根は普通にうまい。うん。あ、せや。ありがとう。こうなんやろ。なんやろ。なんかの何巻きや。何巻きが分からん。ズワイガニの課題風巻きだよ。これっぽい。キーボードいたからね。おお。それはだから、太陽が全然しょぼいエビじゃないから、うまい。大ぶり。うわい、うわい。あ、うまい、カニや。全然、誰が何かやってくれないんで。うん。うん。あ、なるほど。はしよ。後ろやるよ。はしよ。ありがとう。そういう、そのためのアバさん。はい、オッケー。はい、オッケー。いろんな性能を考えて。上手。やばい、やばい。いいよ。かっこええ、かっこええ。おじさん、かっこええっすわ。はいよ。うまい。うまい。うまい。
ハンバーグみたい。ハンバーグ、うまいな。いいよ。ほんと女性向きな感じの店よね。うん、向きっていうか、まあ半々よね。ほんとに綺麗に半々なんじゃん。先にも両方男の人やったな。ゴリゴリの下町のおっさんは来てへんなって感じだな。ジャボジャボみたいな。そうそうそう。それはあの串カツとかあの立ち飲みの方が落ち着くやろ。見てたらこれ何が出てくるかわからんもんね。そんな感じで。なんで女性の方が多い。最近来た時に最初に思った女性ばっかり。女性6、男性4ぐらい。あ、ホタテ欲しいな。食ってもいいって言ってやで。あ、リクエストでこの貝柱の。貝柱を早めに行きます。はい、お願いします。21番様、裏物です。ブヨブヨブヨ、ジュルっていうのが美味しい。味は美味しい。あれ、今日これブヨブヨが最高にうまい。苦手なもんだったな。聞いてくれたけど、見逃しとった。ホルモン、うまい。一個ぐらいは俺が食う。でもママは好きやろ。大好き。ホルモンめちゃめちゃうまい。味は美味しかった。一個ぐらい。口で溶ける。あ、来た。言うてたやつ来た。パパ、もうちょっと上から取った方がちゃんといくらとか。あ、すいません。はい。斜めにして。ああ、そうかそうか。あ、すいません。はいはい。はい。はい、すいません。はい、OK です。はい。はい、OK。後ろの皮を一枚剥ぐ。一枚剥ぐ。うん、あ、こんな感じね。あ、これ硬いわ。これは皮は硬い。だから剥げる。食べようとした。何でも食べようとする。いや、どこまで食べれるか。じゃあこの辺までは食べれる。何でも食べれる。ギリギリまで食べたい。マコモダケ初めて食べたわ。何やろ、なんか変わった感じ。ちょっと香ばしい感じやね。あ、何これ。そう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 、コーン系の香ばしい感じする。美味しいね。うん、お前ら洋の洋風な味がするな。ありがとうございました。いいね。うまい、うまい。大葉入ってる。いける。でもここの大葉いける。はい、2軒目はワル一世さんでございますね。日本料理のお店でございます。お魚美味しそうですね。お魚に釣られて、やってまいりましたということで、一品系がね、多くあります。牛系もね、お肉系もありましたね。ということで2軒目でございます。ありがとう。はい、2軒目シャッポロでした。シャッポロ、すごい形や。なんでここ作ったの。すごい形よ。普通にこうやって角に普通にしそうなもんやねんけどな。そうやな。あえてここ飛び出してる。そこパッと座ったから、あ、いっぱいなったわ思ったら、怖いな。この前見ないもんな。店一軒一軒狭いから。もう厳しいな。
キビルはな、昔から一軒一軒狭いからな、どんどん狭い、まあこんな雰囲気だ、こんな雰囲気だな、まあ一応店舗ごとのかっこいいがある、はい、ああトロと赤身だ、うん、ね、締まりすぎてなかった、本当、いいね、あまり締めすぎの過ぎちゃうのかな、だいたい冷蔵庫でキンキンで部屋から食べてたの、そう、あ、な、うまい、ガチガチじゃない、あ、美味しいわ、この子から待ってたらよかったな、うまいな、いや、もう肉やな、肉や肉、牛はちょっと違うわあんさ赤身早くな、うまい、油が溶ける、おお、おいしい、肉どう、おいしそうっす、おいしい、あっそうやろな、うん、うん、ああ、そんなに今も、了解了解、あ、そうか、すき焼きもそうやもんな、生卵つけえもんな、あらに、あらに、タイのあらに、お上品な感じおお、めっちゃ卵めっちゃうまそう、トロトロですやん、おいしい、おいしい、おいしいわそんななんかギトギトじゃないねんな、うん、なんかうどんの出汁より薄くって、そうそう、結構出汁みたい、結構上品な出汁、おいしい、逆に卵もっと固まってて、うん、そうそう、卵だけジュルって食べるみたいな、うん、卵をだしの味で食べる、うん、そうそう、これちょっと固くてもいい、うん、これも甘いお醤油で炊いたんで、そうやね、多分醤油が普通で砂糖いっぱい入れてる甘さで、もともと醤油が甘い、うまい、醤油だもん、全然わさびだけど、牛からさばいてたね、あら笑びだけでほんまに、はい、3軒目、3軒目は地元うん、そう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 、あ、島根県、へえ、なんかすごい唐辛子とか練り込んでる感じかな、あ、ピリッとする、めちゃめちゃ辛いわけでもないから、うん、ちょっとピリやから、後味がピリッとする、うん、チビチビつまむにも美味しい、酒が飲める、酒が飲める、酒が飲めるぞ、酒が飲める、飲めるぞ、酒が飲めるぞ、日本全国どこへ行っても酒が飲めるぞ、酒が飲める、飲めるぞ、酒が飲めるぞ。